岐阜県江那郡の一江那郡は岐阜県にあった郡。1879年に行政区画として発足した当時の軍域は以下の区域にあたる。なお、701年に制定された大法律令で日本国内は国軍里制の3段階の行政組織に編成されたときには、 現在の長野県基礎郡の全域も含んでおり、美の国内で最大の面積を有する軍であったが、下記の区域は含まれていなかった。エナさんは、イザナミの命が、天照大臣を生んだ、西のエナを治めた地とされ、エナ、第五天皇の命により、藤原と平らが編参を始め、時平の死後は、藤原忠平らが編参に当たった、演技式には、めぐみな軍と書かれており、 平安時代中期の和明類受賞、十、悪田賞にも、めぐみなと書かれている。和明類受賞では、めぐみな軍六号に、あ毛、秋、江城、江下、坂本、竹織が挙げられており、この頃の軍行きは、現在の江名市、中津川市、水波市の統地区及び現在の長野県基礎軍、全域であったと考えられる。また、演儀式には、中川神社、 坂本神社、江那神社の三者が記されている。江戸時代の1651年に完成した昭法国絵図には、江那軍と書かれているが、元禄以後にまた、恵名軍に戻された。明治になって、恵那軍という表記に定められた。古代恵名軍702年に、初めて、美の国の木池る三道を開くと俗日本記に記されているのが、木池ルの資料上の所見であるが、 この時木ソロを開通させたのは、美濃国の役人たちであったため、木ソ谷は美濃国に含まれた。はじめ美濃国恵みな軍へ上里に属していたが、品の国と所属がしばしば争われた。旧世紀後半の上岸年中の859年から876年に、天皇の直命により、朝廷より藤原正則と弓江忠次夫が派遣され、 両国の国のと現地に臨んだこの時の正則らの報告によると、もともと吉祖、小吉、池るの両村は、美の国枝群へ上里の地域にあり、和道6年に美の守る龍丸らが、ここに吉池る寺を開通させた。ここは、美濃の国府から10日余りもかかる距離にあり、品の国府のすぐ近くではあるが、もし、品の国ならば、美濃国史が、 このような遠いところで工事をする理由がない。その理由で、美濃と品野の両国の国主立ち合いの上で国境を、検坂鏡神禁止内親王の求めに応じて、源の順が編纂した和名類受賞に、当時の恵名な軍にあった六カ所の里が記述されている。しかし軍事がいた、軍火境については、記述がないが、江那市の大井町、長島町あたりと推測される。 天正年間に、豊臣秀吉の命により、全国で、太閤検知が実施された結果は、美の国は五十四万国、江那軍は三十四万三千百二と六章五号であった。太閤県商法書上庁による、江那軍の七十八家村の国高については、以下の通り、終わり半寮内における基礎州の領地明治五年四月九日、大工商区制の施行により、江那軍は、 岐阜県第十二大区とされた。軍内には六十三家村があったが、十一の小区に分けられた。明治十一年七月二十二日地方三神法の一つである、軍区町村編成法の制定により、大区小区制は廃止された。江奈軍略図明治十一年七月二十二日、帝国議会において、地方三神法の一つである、軍区町村編成法が制定され、 大工省区制を廃止して、拡張村を独立させることが決まった。岐阜県は、明治12年2月18日に、大工省区制を廃止して、町村を独立させて新たに、軍事分割を通達し、旧来からの軍の名称を踏襲して、軍役所の位置を指定し、軍村行政区域を明らかにして、軍庁を選任した。明治12年2月25日に、 山村義隆が初代江名郡長に任ぜられるとともに、中仙道大井塾の旧本陣に江名郡役所の仮庁舎が設けられたが、2年後の明治14年1月15日に中津川村に移転した。明治30年8月1日、軍政が施行され、8月25日に軍会議員選挙が行われ、各町村選出議員20名、大事主議員5名、 総数25名であった。9月16日に第1回目の軍会が召集され法律の定めるところによって役員の選挙を行い、エナ軍会が成立し、軍の自治性が完備した。明治32年3月に軍政の一部改正が行われた。大正12年4月1日、軍会が廃止されるが、軍役所は存続。大正15年7月1日、 軍役所が廃止となる。ありがとうございます。